コランド・プランシーチョ、地獄の辞典のパイモンの子、ゴエティアに記載されているパイモンのシジルパイモン、またはペイモンはヨーロッパの伝承あるいは悪魔学に登場する悪魔の一体。悪魔や精霊に関して記述した文献や魔術に関して記述したグリモワールと呼ばれる書物などに、その名が見られる。パイモニアとも呼ばれる。マグレガー・メーザースは、 術師アブラメリンの聖なる魔術の書というグリモアールへの注釈で、パイモンの名はヘブライ語のポンに由来すると推測している。アグリッパによれば、ラビたちはパイモンをアザゼル、またはアザエルと呼んでいたという。メーザースはアザゼルとしている。イギリスで発見されたグリモアール、ゴエティアによると、パイモンは序列9番の地獄の王である。一部は天使からなり一部は、 能天使からなる200の軍を率いており、ルシファーに対して他の王よりも忠実とされる。彼自身は主天使の地位にあったという。イギリスの文筆家、政治家、レジナルド・スコットが記した妖日の開示1655年版では、パイモン、バティン、バルマを呼び出し、その恩恵を受ける方法が書かれている。この書によれば、パイモンは空の軍勢に属し、 ザテンの異界の16位にあるという。コーベン及びマルバスの配下にあるという。ドイツの魔術師、学者ハインリヒコルネリウス・アグリッパの隠避哲学によれば、オリエンス、エギュン、アマイモンと並ぶ四方の王の一人であり、正方を治める。グリモワール・ホノリウスの書では、正方の王は、バイモンとされている。パイモンとバイモンの両者の関係は、明確にはなっていない。一方、 ネーデルラント出身の医師、文筆家であるヨーハンバイヤーが記した悪魔の儀王国では北に住まうとされている。術師アブラメリンの聖なる魔術の書では8人の海君主と総称される有力な悪魔の一人である。15世紀に記されたと考えられているグリモワール、ミュンヘン高齢術キ書でも、女性の愛を得るための魔術の中で、他の有名な悪魔であるベリアルやアスタロトと共に、 呼びかけの対象として名前が挙がっているが、特に地位に関する明確な記述はない。悪魔の儀王国及びゴエティアにパイモンの姿や能力が紹介されている。以下にこれらの書に基づいて紹介する。現れる際には王冠をかぶり、女性の顔をした男性の姿を取り、一子ブラクダにがしているとされる。また、トランペットや、 シンバルなどの楽器を携えた精霊たちを先導として現れる。最初に現れた際にパイモンは大音声で怒号のように話すため、服従させない限り召喚者はパイモンの話を理解できないという。生贄により召喚された際には、ベバルとアバラムとアバリムという二人の王を従え、時として十五軍団の能天使たちを伴う。人に人文学、科学、秘密など、 あらゆる知識を与えると言われ、大地がどうなっているか、水の中に何が隠されているか、風がどこにいるのかすら知っているという、召喚者に地位を与え、人々を召喚者の意志に従わせる力も持つ。また、良い使い魔を用意してくれるとも言う。ありがとうございます。